これから幸せしかないです。でも絶対時間の解決するからどんな結果でも時間しかないというか、じゃあスラさんってすごいね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何報告なんですよ。うん。何絶対分かるよね。もう今日新地元気ないでね。泣いとるのね。でもこれカメラ撮るけど。持った方がいいかもしれない。ないんですけど。じゃあマルチが言われてなんとなく予想したけど、俺間違ったもん言ったからね。堀川さんと別れちゃいました。堀川さんと別れちゃいました。嘘。うわショックだな。それ笑えるな。なんで今日感謝しとったの。はい、なんかちょっと心配で。休日出勤です。彼女のためだけの出勤ですけど。あ、マジで、はい、ちょっとね、顔みたいなのを見て。ミオちゃんに対する信用度、あ、本気のチェック。あ、本気のチェック。本当はこいつからなんだよ。パパや、パパママに行ったの。なでてグループラインで言いました。あ、マジ家族に、グループラインとかあるな。ついに分かりました。そう、でもなんとなくその予兆ってのあったの。もう最近全然会ってなかったっていうのは、パパですね。まあ、だろうなって感じなんじゃないですか。あ、最近会ってねえなぁ。ずっと来てたので、最近知りました。うん。お前、なんかこれ、お前。いや、だって、ショートムービー。確かに、私は報告だけしようかなと思ったら、カメラを回した方がいいって、テリコさんが言ってきたんで。まあ、でも、どうせ。まあ、それ約束だったじゃん。そう、付き合って。どうせ回されるし。男の勝手にくっつけようなもんで、ね、遅くなったらね、取られるからね。まあ、だけど、まあ、ここをどうなんか最近上手に着地するかだな。同僚兼仲間じゃんってね、特に、うん、そう大きい会社じゃないからね、慣れ話よ。しかも撮影かなんかが普通に近い存在なんで、近い存在だから。そうですね。今だと知らんの。知らない。今ちょっと待って、なんで知らないの。全然広まるの。そうなんだけど、なんとなく、気づいてると思います。気づいてるの。何ですか。いや、でもちょっと悪いぐらい来てますね。わかった。嘘。いや、知らん、今知っとるのみたいなことがもうそれしかないでしょ。嘘。でも前がいたの。今どっちがいた。私からいたんですけど。いや、悲しいな。うわ、こんなに好きなのに自分から言うな。うわ、悲しいな。乙女めちゃくちゃ乙女です。ごめんな、俺こんな風にカメラ向けちゃって。こっち映ってると思うけど、こんな顔アップしちゃって。うぃさ。めちゃくちゃ乙女ですよ。自分から言ったんですけど。あんの親がいた。いや、別になんかもううまくやっていけないなと思って。なんで。なんか波があっても、なんかその下がってる時の別になんか付き合ってられる下がりとか、もうこれダメだなっていう下がりとか、修理があるじゃないですか。もうショーの中になかった。多分ないです。そう、お前もなんか上がりすぎて思い詰めとるでしょ。違う違う。そう、はっきり言葉にされたの。違う。もう言葉にされたの。違う。まあ、あの、ちょっと別に何も言わんでもいいんだよ。そのことはどうでもいいんだけど、もう一応で、一応、あの、YouTube 責任者として、これ、こんな感が、これ、申し訳ない。楽しそう。かっこいい人、楽しそう。申し訳ない。でも、聞いたら悪くなったから、それはなんか違うと言ってたし。でも、まあ、すっげえ長かったっていうか、あの、週一とかに行ったりして、向こうのなんか、行ったりとか、お互い様って感じですよね、聞いとると。ミオちゃんの好きもすごいし、うん、で多分最初はそれに伴ってショー君もこう好きってなってたけど、うん、別に飽きたとか嫌いとかそんなんじゃなく、うん、多分ちょっとショー君の気持ちが落ち着いとるけど、ミオちゃんはさらにこう好き好きだもんね。っていう感じがあったから、一回引いてみなって言って、ちょっと一回引いてみなっていうような時期があったりとかして、でちょっと良くなったかなと思ったらまたダメになってみたいな感じが、この予兆な感じだったんだよね。まあ、わかるしな。最近落ち着いてましたね。おまっ、おやじ守ってきしろよ。
魂抜けとるやん。完全抜けとるやん。まあでもいい経験じゃないですか。そうです、そうそう、いやそう言って思ってるんですけど、まあ、ちょっとあんまり好きだもんね。みんなくっつく可能性あるでしょ。そう、それは言いました。私も別に今じゃなくてもいいじゃんって、1年後でも2年でも分からんじゃんって。そうそうそう、人としてさ、でもお前はそれちゃんと見た時に人としても好きになるから、そういういい加減な人間の方をお前が好きになれるかどうか。また約束破って結婚誕生日忘れて結婚記念日忘れて、一生はそうだった。でそういう人がじゃ恋愛として好きじゃなくて人として愛せたら続くけど、人として好きになって結婚したら失敗するじゃん。まあ今のね、俺は良かったっていうかね、言い方失礼だけど今はまあ頭いっぱいだけど、でも思っとんのに自分から言うのは辛いね。それはすごいね。ドラマ、ドラマでもドラマでも耐えられなかった。耐えられないっていうか、でこのままじゃそれでリオだけが好きです、リオだけが好きっていうか、付き合っとってじゃあリオもああいう不満が出てきて、でも不満になる。そう、それで喧嘩するのもだるいなって。ああ、わかるよ、わかるよ、もうあんまり言えんやろ。そうだから、まあ、そこでなんか変に、そこでね、それがどんどん続いて、めちゃくちゃじゃあもう大きいっていうか、その二度と喋らんぐらいになるぐらいなら、うん、別にここで引いとけば、うん、まあ、よくもある。はい。ね。そうだね。そうだね。まあ、頑張られてきたのもでもあるし。あ、そう。これが一緒に仕事してみるの？してきます。あ？してきます。泣いてもいかない。やめて。カメラは近づいてる。泣いてます。泣いてます。やめて。違うんだけど、恋は恋だったもんな。どれにしたのすよ。あともおしまいそうなのが好きになったもんな。嫌いってなったり、また好きってなったり。これから幸せしかないでしょ。あ？あ、そうかもしれないですね。これから幸せしかないでしょ。この次まだ長いじゃないですか。いろんな経験してるわけです、うんうん、楽しいこと幸せな方向に向かっていくってことですよね。今からだんだん二十歳超えてきて、いろいろ、まあ、それまでは辛いこともあるけど、もちろん、うん、そう、そうそう、繰り返しだ、繰り返しだよな、それ成長だもんね。いい経験なんです、まあ、とてもいい経験でした。まだついでついてないと思いますか。全然、たぶん全くついでついてないと思います。切り替えてきますね。そうそうね、強いじゃん、マジでやったら。本当にもう、嫌だもんね。ちょっと俺もとりあえず言えんけど、辛いことあるの？あの、行って多分泣いてると思いますよ、見て。ね、まだ、またそれぐらいの気持ちだと思います。ショー君を見たら、いろんなことが多分蘇って、ね、多分好きだなって気持ちで。あ、つらーって回るんだよね。でもなんかそこの切り替えができるようになった時に、うん、やっと普通に友達として多分、普通に喋れるように。今無理だよね、なると思うから。写真見ただけじゃないですね。さっきもピッて写真見せたら、うわーって言ってた。そんな好きだったのお前。いや、相当ですよ。でも、言っちゃや、話聞いとっても、うん、まあ、別に悪い意味とかじゃなくて、もう好きが重い。それぐらいもう大好き。ああ、そうだよな。なんだけど、だからそれが多分今まででみおちゃんの中で初めての経験、うん、ここまで人を好きになったのが初めてだから、うん、多分あっちにもこう気持ちがいって、こっちにも気持ちがいって、どうしたらいいのか分からないっていうのがしんどかったんだよね。全部が初めてでね、なんだこれみたいなね。そうだ。助けてー。いや、なんとか自分でやってるしかないからな。でも絶対時間の解決するから、どんな結果でも。時間しかないからな。ドラッシュをお前は嫌いだと思わない、本当に。だったら男とは絶対分かるから。もう無理だから。だから私もそれは思います。そうそう、嫌いじゃないと思う。そうそうそう、完全に、ね、嫌いになっちゃえば多分いいと思う。まだ楽だと思うんですよね、気持ち的には。うん、そうそうそう、こいつマジでさ、本当に嫌いからなってなっちゃえば、ちょっとは気持ち的に楽だと思うんですけど、まだそこまでいけてないから。そうそうそう、気持ちがこう完全にまだ揺らいちゃってる感じだけど、本当このままじゃ多分自分も壊れると思って多分決断した言葉がそうだ。そう、そういうことだよな。そういうふう、そういうことだよね。だからまあ強がってる部分もあるんですよね、みおちゃんが。そうそうそう、うん、今もう喋っちゃって泣いちゃうよ。今顔が出てきちゃった。この辺出しといたってくださいよ、ここここに。あ、そう。楽しいこといっぱいするしかない、今は。まあそうだよね。それをやってでも、
っぱりまだ好きって思えた時には多分もっと自信持って言える、やっぱりあなたのことが好きですって言えるようになるよ。だって何があってもあなたのこと、あなたと一緒にいたいですって言えるようになる。多分そのこの先ちょっと時間が経ってもやっぱりまだ好きって思えるなら、今はね、今はってます、今は好き、今うちに告白したね、うちも好きだよあーだよ時間がね、これもしかしてだって1ヶ月後にはさ、やっぱなんか今までのこと考えてやっぱ無理だったって、別れてよかったわって思えるかもしれんし、うん、1ヶ月後にはやっぱこんなことされとったけどあの人のことがやっぱり好きだって思えるかもしれんし、あまあそうだよね、それは時間経ってみるとそうそうそう、今は絶対どんなに考えても好きなんだからやだよ、付き合ったから別れるって分かっとったみたいな必要だけどさ、もう分かっとったんだよ、もうぶっちゃけ付き合った瞬間に4ヶ月続いたのは意外って言って意外意外すごくお前にグワーって来られて、社長の顔とかオチの顔を浮かんでなんか我慢して、あ乗り越えたなって一皮むけたなって、うん、今まではもうだって1ヶ月とか一週間で別れてたわけですよ、もう嫌だってバーンってやったけど、ああもう一緒になっていい意味であいつは成長も育ってんだろうなって思ったから、あいつは別れたくないけど苦労もしてたなって思う、足がもうこうなるんだってこれ友達からなかった、いや今日ミオタウン、あーもういや今日さミオタウン分かんだってみたいな、誰がおんの誰がおんのどこ行くのみたいな、分かる、そういうのも正直に言ってくれたらさまだ違うけど、そうだけどあいつも優しいじゃん、下手くそなんだよね、下手くそ、そうそうそう、うん、ミオちゃんも伝え方下手くそだし、そう下手くそと下手くそ同士だからもう最悪ですよね、そうそうそう企業同士そうそうそう、だから見とってなんかこっちがもうもどかしいというか歯がゆいというか感じにはいつもなってた、うん、でこれから関係また作っていけんじゃない、仕事もそうだとかさ、職場を思うっていう関係になれたらいいんじゃない、もうそれが一番ベスト、そうそうそう、で人と職場でおあいつが絶対嫌いだと思う、じゃああのバカだもんね、俺絶対俺も思っとったら絶対バーっていっちゃうもんね、そう俺の耳に絶対あるよ、最後にちょっとカメラ一応視聴者にもちょっとさ何を言うの、応援していただいた皆さんにありがとうございます結婚して終わってしまいましたけど、これからまた成長のね、はい、厳しい、まあいい関係になるよ、うん、友達になる、良くも悪くもこの会社は家族だからね、みんなが、まあそうだよな、別れようが離れようが家族は家族だからね、でしょ、本当に一人一緒になれるからなそうですね、兄弟として仲間として今日行ってみようか、結構この話で盛り上がることいっぱいやっとこうウェイしてこうウェイいいよ、はい、雨も後で辛そうにしろ、辛そうにとかじゃない辛いの辛そうにしろ、辛そうにしろ、辛いのじゃあいけるか、ドバついたぞ、来たからね、行くしかないけど、お前歩いていけよ、嫌だよそれは、だってそんな俺主役じゃないもん、ミオの主役じゃないよお腹痛くなってきた、いけるなんだうわ気まずい顔してる気まずい顔してる気まずい顔してるお疲れい、あ聞いた聞いたよ、はい、明日も知らん、じゃあ俺はちょっと待っといて5秒後に来いや、何ですか5秒後に、いやいや、あいつも準備があるだろう、お疲れ、聞きましたよ、あやっちゃったなくさい、あ、ミオ来いよ、なにそれ、ちょ、まだ会ってないんだろ、お前は、はい、会ってないんだろ、何がそう、えいや電話で別れたんだよ、あ、LINE で別れたんだよ、喋ってないんだろ、辛いなぁ、この映像、よう撮れんもん、これさすがの俺も独自な活動でも、さ
さすがにあれな、乙女心はあるな。別れてほしいね。はい。どうなんですか。いいですか。はい。どういうこと、どういうこと。ルージャーは表現しないですけど、ちょっとま相手にしちゃったらちょっと危ないわ、これ二人は。いますいるいるいる。クッションいるよ。すごいところ。俺もだって喋れえもん、さすがに。さすがのペコが来たら大丈夫だ。ペコ来たら。お前そうだろ、最初はお前らペッペペッペ付き合って、お前は別れる時はもうペッペペッペか、お前ら勝手がいいぞ、お前らは俺も今日落ちて一緒に2人されるはい2人落ちて会ってくるよ、俺もう今日聞いたもん、もうちょっと電話だけしといたぞ、飯だけどうも遅れました、すいません、どうしたらいいの、どういう状態、ちょっと耐えれんなこの空気は、どういう状態やが、俺もなんかもうなんかさ、俺が言ったことでなんか一生傷つくかもしれんと思ったら簡単に言葉選べんわなんかあれはいや、これだちょっと待って、じゃあ入り口突破できんに一緒に入ったってくれって言ってなんでこれ、そこら辺だろ、いや、これ YouTube でもないんじゃない、このこんな映像さすがに YouTube にする気満々だったからこれはちょっとさすがにあれだな、きついな。今お前らぐらいだな、お振られますよ、まあ、はい、な今の心境は、やっぱしょうがないな、なんでもう細かいことあんま聞いてないの、ただ LINE で別れたとか何か違って聞いたけど、倦怠期がずっと水道ってうん、でも仕事忙しいの放置してた時あるんですけど、なんかあまり変わらなかったので、うん、それでまあ振られました。好きすぎるな、嫌いとかじゃないだろう、多分それ分かってるの、理解してる、分かりましょうか、もうこれぐらいにしてください、もうあんまりしようはしようは、まあ行こうか、まあ、でもこれからうまくやっていけるの、あそうですね、いやまあ2回目なんですよ、別れるの。あ、そうなの。で、その時も、何ですか、その、絶対にその辞めないっていう。で、別にその後も飯行ったりもしようって言ってたんで。ああ。じゃあ、俺はもう別に単純に回らなくもあるし、なんかネタになると面白いなと思ってるけど、単純にな、悪魔の俺はね。だけど、まあ、困るね、俺からだってさ。そうそう。こいつもなんか、ね、そうなった足場なんで、みんな仲いいもんで。みんなも声かけつらかったら、ミオも呼ぼうぜってならなかったら、嫌、はい、じゃん。うち横座るじゃん。ここでしょ、ここで。もうこれいいじゃん。それじゃ取れなくなるよね。できるだけ多い方がいい。なんか。お前聞いてんの、まあ、あ、知ってる。あ、知らんだ。まあ、あ、知ってる。入っちゃいけねえのかなと思って入っちゃいかんだろ、この空気とか言ってるんですけど、まあ多い方がいいんじゃない、まあまあ討論本人たちは今すごいショックが大きいだろうけどな一言お願いします、はい、じゃあ視聴者の皆さん、あ、リージョン来た、リージョン来たそうなんですよ、そうなんですよ、めっちゃ気まずい、入りづらそうにしよう、いや俺そういうのやだもんみたいなはい、じゃあ皆さん、この時に宣伝もなんですけど、あの足場の買い取りと建築資材の買い取りも全部やってますね、なのであのそちらの方声もかけてください。7月14日、おめでとうセミナー、セミナーやります、はい、頑張ってください。お前こういうことだぞ、恋愛ってこういうことだぞ。まあ分かってねえけど。いや、握手でいいか。よく俺中学校の時喧嘩したこと、小学校の時握手したじゃないんだよな。握手、最後握手できるかお前ら。お前握手できるか。先生そういうの好きじゃないぞ。最後握手できるか。みおちゃん握手。三年四組みおちゃん握手できるか。ショウは。俺の前で、あ、ちょっとちょっともうちょっときつかった、絵が画角が入らない、入らない、もうちょっと、あ、最後握手あ、先生それは好きじゃないから
はい、おめでとう。おめでとう。おめでとうなんだ。セパレートおめでとう。おめでとう。またねー。はい、バイバーイ。あ、持ったの？え？持ったの？あ、あ、いや、行くわ。ちょっとどこかなと思って。あれ、マスク持ってきて。聞いとんの？みんな聞いとんの？全員知っとんの？全員知っとんの？知っとんの？知っとでしょ？どう？一言。じゃあ、一言。ミックからだけ回っとくわ。お姉ちゃん。何？妹が大失礼したけど。いいんじゃない？あ？いいじゃない？もういいじゃないしか言えあ、まあまあ、斉藤取り合ってくれな。もうしょうがないよな。チビはのしの。いいよ。もうチビにだって。うえい。名前なんていうんですか。え名前なんていうんですか。うんって言うなよ。うんって言うのか。あ、名前呼ばれちゃった。もう、あ、落ちないし、夜。準備できたんか。もう外出たよ。あ、ほんと？あ、行くわ。またね。うん。お邪魔しました。何も出たの言ってよ。マイク持っとったよ。ずっと。子供と遊んで。おいおいおい、待って。カスも行ったよとか言って。行ったってどういうこととか言って。お前、お待っとるよ、子供と遊んで。って言ったじゃん。